皆さん、こんにちは。J コー東京山手メディカルセンター呼吸器内科感染症内科の永戸忠です。内科専門医デルズバライブ4回目を始めたいと思います。本日は前半と後半に分けて、途中で休憩を挟んでやっていきたいと思ってます。よろしくお願いします。では、まず血液からです。血液なんですが、白血病のまず総論からお話ししていきます。フィラデルフィア染色体様性を認める白血病は、成人 ALL の一部ですね、あと CML、成人、急性リンパ性白血病の一部と、慢性骨髄性白血病です。あと、特殊染色診断が、これは内科系試験でもよく出されてまして、 MPO 染色3%未満、陰性は ALL、 MPO 染色3%以上、陽性は原則 AML だが、ファ分類 M0、5A、7ですね。M0、M5A、M7 は陰性のこともあります。また、特異的、非特異的エステラーゼ染色、これもよく出ます。非特異的エステラーゼ染色陽性は単球形を示唆する M4、M5、特異的エステラーゼ染色陽性は骨髄形を示唆する M1、M2、M3、M4 です。で、よく試験に出るのが、 MPO 染色と非特異的エステラーゼ染色両方とも陽性なのは何ですかと。ファ分離どれですかというのが出るんですが、これは M4 です。また、細胞表面抗原による系統鑑別も、これも、時折試験に出てまして、 B リンパ球系が CD10 ですね、 CD10、CD19 ですね、 CD20 です。で、 T リンパ球系が CD2、357ですね、 CD2、CD3、CD5、CD7 です。ここも抑えておいた方がいいと思います。成人急性白血病のですね、予後不良因子なんですが、これは内科系の専門試験ではですね、よく出されてました。